服装見捨てたもん、ゆっくこんばんは。全然風呂上がりじゃない、もう声ガスガスなんですけど、ゆっくん貼ってありがとうございます。喉がガスガスです。こんばんは。髪染めましたよ、よくお分かりで。寝起きじゃないです、美容院帰りですよ。ことちゃんハートありがとうございます。こんばんは。もう喉痛いわ。泣き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 、もののけ島の泣き。ことちゃんかわいい、ありがとう。こんばんは。喉やられたね。多分この喉のやられ物、鼻が詰まって寝てる間に口開けて寝てたから喉が乾燥して、多分こんな声になってるんやと思う。髪暗くなったの分かる？こんばんは。なんか喉痛いだけでなんか喋りたくなくなるし、テンション下がる。でももう元気なのは元気なんですけどね。ひろがーくん、コンペとありがとう。なちゅんちゅん、七五三じゃないわ、何だったっけこれ。ありがとうございます。おひな祭り、黒に戻した。え、黒じゃないよこれ。こんばんは。明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花。なっちんちゃん、レモンスターありがとうございます。なんか不気味やなこの曲。今から豚汁食べるの？
ゆっくんはもう夜ご飯食べました。昨日のメールが12時と17時に来たのはめっちゃムカついて何回も送ったんです。届かなかった昨日からずっと届いて送ってるのにちゃんとチェックしてますか。龍角さんな、ゆっくんこんばんこんばんは。箱買いこんばんは。そういえばさ、アマゾンプライムなんですけど、今あの動画見るとき大体今ハリーポッター見れるんですよ、無料で。こんばんは。だからちょっと見ようかなと思って冒頭5分でやめました。頑張ってください、ありがとうございます。じゃあ楽天マガジンなんかおもろやな。こんばんこんばんは。金太郎くん、なんかライトのやつありがとうございます。こんばんは。わかる？髪の毛暗くした。お、3月2日当たりますように。わかるもの？早く体調を戻して。こんばんは。かれこれ2週間ぐらい。え、昨日の髪色いい感じやったの？それな。でもね、ちょっとなプリンになってて、ちょっとプリン。江戸川くんコンペイツーありがとうございます。いやな、1ヶ月に1回最近染めてるから、飛行機出発なんで見るの終わる。バイバイ。季節の変わりって風邪って治るの遅いしさ、もうさ暖かくなると思ってたらなんか寒なってきたよな。ゆっちにプリン作ってあげて嬉しい。作ったよ、ゆっちにプリン。今日は食後のデザートにリクロージさんのケーキを、ハーフホールっていうの合ってる、食べました。髪色暗くした。ペロッとワンホール食べちゃいそうなって止めました。リクロージュさんナウ、それはそれはグーちゃん。皆さんは冷たくして食べますか、チンして食べますか。リクロおじさんは
レーズンのアクセントが好きですか？ユナはあれいらないですなのでレーズンだけ先ちぎって食べる。引きちぎってレーズンだけ食してアクセントの味を消す。レーズン自体は好きやねんで、でもアクセントいらない。温める？温めた方が美味しかったな。こんばんは。純正チーズケーキ、こんばんは。こんにちは、今来ました。こんにちは。お、今度大阪行ったら、大阪の食べ物だったら、あとね、ミルクまんじゅう、月夜食が好き。おいしくて、あ、豚まんもおいしいな。やっぱ大阪おったら食べ物おいしすぎて口超えますよね。ユナくん、オーディダス好きだよ。どうして？こんばんは。デビアン、ハートありがとうございます。大阪食べ物美味しい。デビアン、ハートありがとうね。ミルクまんじゅう、カチューシャかヤビンだ、どっちの方がよくて。そうやな、ヤビンかな、ヤビンかな。前髪切ったんだよ、伸びてたから。わかる？こんばんは。今日風強かったし、風が冷たかったね。今日も今日撮って可愛いね、ありがとうございます。こんばんは。待って、暖房つけてる。なんか花粉とかはないはず。今日の風強すぎるね。私向こうもね、綺麗な街で、花粉飛び始めた。花粉って何って感じやな。あんま花粉の言うてる本当わかんない。花粉、春が好き。こんばんは。なんかさ、奈良に来て、お家の雑草あるじゃないですかそれをさ、昔よくさ、家族ごっこした時にさ、調理するんですよ、雑草を。めっちゃニラに似たさ、あ、そうない？ニラに似たやつけど、匂いは臭いね。こんばんは。そう、雑草よく調理してました。
えてないで、匂いがね。こんばんは。推薦？おもろいよな。毒？子供って面白くない。家に帰ったらさ、普通に食べ物あるからそれで作ったらいいのにさ、わざわざそうでさ、食べられへんものを一生懸命、そうママがことって。なんか、ゆなくんもう晩ご飯食べました。今日はね、何億年かぶりに餃子食べたんです。1年ぶりぐらい。まあ、ゆっくんいつ餃子食べたって言った？めっちゃ久しぶりに食べた。まいらちゃん、たこさん、ありがとうございます。こんばんは。某餃子が美味しい店に行って、やっぱ餃子はね、餃子のあそこがいっちゃ美味しいよね。たまに食べたくなるな。りんたろうくん、ありがとうございます。餃子週末しか食べないようにしております。だから週末って人多いの。カズタハートありがとうございます。毎年の新企画、ゆっちメインだよ。風邪が治らないとできないことなので、早く直すわ。とりあえず、まあ、とりあえずポップなミートで風直す。こんばんは。体に気をつけます。何をするかはお楽しみです。何6日、17歳わがえった。ほんと？ユナが来るってタイトル見て、ユナって改めて名前なのって思う。いや、それなボタン1億回。ユナ生まれ変わっても早川ユナがいいし、あの生まれ変わってからも早川ユナがいいっていうぐらいユナ大好き。ユナとか夢って七の花のなって書いてユナと読むのも大好き。こんばんは。だからユナは一生早川ユナか。ピースピース、こんばんは。ゆめなちゃんって言われてた。でもゆめなちゃんでもよかったなって思う。ゆめなちゃんもかわいい。ゆめってかわいいでしょ。こんばんやか、こんばんは。今日も早く寝るの。
早川も気に入ってる。トシ君携帯ありがとう。前年迎えに初めて名前なのやりきも、おついについに一個のペンライトカラーはハートと、ハートじゃない、スピンクと白です。トシ君ハートのセットありがとう。いやーで性格ストレートって X 書いてたけどカーブだと思う。どういう意味やねそれどういう意味、曲がってるってこと。歯医者と油入って寝ます一緒。ゆっくんも歯医者を食べ寝ます。ありがとう、もたろう頑張ってね、おやすみ。今日買ったメイク道具紹介します。じゃっじゃらん、シカのノーセバムシマパウダー。なんかさテスターつけてみて、なんか緑とかもあったんですけど、ピンクのがやったらめっちゃキラキラしてみて、いやーって楽しい、かっこいいし綺麗に踊られてるし見て楽しい、嬉しいです、ありがとうございます。昨日最初の締められてさすがにはやっちゃん姉ちゃんからしか入れられないよ。それいやだってちゃんと起きてたもんね、目めっちゃ見開いてたよ。一回乗ってみます。ポン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 。わかんないな。めっちゃキラキラしてるんだよ。見てママ。キラキラわかる。すごくない？まだ使ったことないけど、もうおすすめ。あ、落ちちゃった。もう一個はですね、これはチムさんがメイクの時に使ってくれてあったリップです。ラカの111番。ちょっと今日最近リップをよくおろしてて、ちょっとこれまだ唾液をつけたくないのでまだ開けません。こんばんは。これに飲んだ目が咳の効果抜群でした。いやー抜群効果、目がシャキってたもん。こんばんは一緒。カイナありがとう。もうネイル変えたいねん。明日にでも変えようかと思ってる。なんかごちゃごちゃしてんのが嫌になってきて。なんか次はシンプルにしようと思います。さてと、明日にはもうちょっと声も治ってたらいいなと思う次第でございます。早く元気よくになれるように頑張るね。かっこいいすぎてしたまらん。ほんと早く元気になりますこんばんは。じゃあランキング見ますね。
13引いたら12シンク11デビアンチャイマコニキョイコトちゃん8エドカーク7リドローク6位ヨッチャミさん5位ハーさん4位トヨーさん3位マイルちゃん2位トシトシそして入る1位はなっちゅんちゅんでした。ありがとうございました。なっちゅんにマイゼリハマで3、2、1なっちゅんちゅん久しぶりの黒髪ボブだよ。どうかなありがとうございました。まだまだ切る予定もなさそうなゆなくんでした。バイバイ。皆さんありがとうございました。おやすみ。